おはようございます。ミッキーファームです。今日は2020年10月7日朝6時半です。今日はいつも一人で固定カメラでやってるんですが、カメラマンとして友達が駆けつけてくれました。坂田君、よろしく。よろしくお願いします。ミッキーファーム取締役専務の坂田です。勝手に決めましたけど、勝手に決めとんな、はい、まあええけど、まあそしたら今日はぼかし肥料を作っていきたいと思います。でぼかし肥料はどういうものかといったら、畝の中に土に混ぜて肥料を混ぜ込んでいく肥料なんですが、それが、微生物が分解して、ちょっと時間をかけてじっくり効いていくっていうのが一般的なぼかし肥料になるんですけれども、僕が今有機農業を習っている、神戸大学の名誉教授の安田先生が開発された安田ぼかしというのは即効性があるぼかしで、それを習いましたんで、その安田ぼかしを作りたいと思います。で材料の方がこれは米ぬかですね。米ぬかはこれは私の場合は家で毎日精米してるんで、精米した時に出た米ぬかを置いてました。でない人なんかはよく町にある精米所にあれ行けば米ぬかだけもらえるところもあるみたいなんで、皆さんそこからもらったりもしているようです。で次はこの油かすですね。それからこれは魚粉で、これが魚粉ってラーメンに入ってるやつか。匂い的にはそんな感じやから似てるんかな。これは食べ物用じゃないけど、肥料用やけど。これは天かすやったらあかんのか。天かす油かすは天かすとはちゃうな、これ。あ、そういうこと、ちゃうな、はい。でこれは石灰なんですけれども、これはカキ殻石灰。これは先生も石灰でも必ずカキ殻石灰って言われてたんで、カキ殻石灰を選びました。カキ殻なんや。そう、カキの殻を砕いて粉にしてある。カルース製です。カルエースや。であとこれは水です。はい、で水の方も土着菌、地元のそういう細菌が入ってるような、山水なんかがいいらしいんですけれども、なかなかそういうのが手に入らないんで、今回は地元のちょっと井戸水を持ってきました。で井戸水もない人はもう水道水でいいんですけど、カルキが入ってるんで、カルキ飛ばすのに1日2日もうバケツに入れたまま置いた状態のものを使った方がいいようです。ではやっていきます。軽量マシン登場です。アルミフレームやからな。それではまず偉い仕事中は真面目やんか。そらは独り言喋っとったらやばい。この固定カメラでも喋らないと。これね、米ぬか、これがこの柄杓に6杯です。すり切り6杯で、
といっぱい。その量はそれぞれあるの？これはもう比率。あ、そう。うん。何グラムとかいうより も、うん、もう比率で誰でもができるように先生も分かりやすく、うん、それでな、あ、これが何倍これが何倍、同じ入れ物でその比率をなるほど、ね、いけば何で作っても同じ成分で出来上がる。さすが先生やな、うん、やっぱりこう理論的な部分から入って、あとまあ実践もされてる先生やから、うん、なるほど。だから理論と実践と両方から作られたからやっぱり信頼があるんちゃうか。なるほどね。油かすだ。これが3。油かすです。油かすってこんなんね、うん、うん、土やな、土みたいなや、うん、これが2、で、3枚魚粉、これが2杯ね。してるな。ああ、やっぱり魚粉の、うん、お、これ一袋ちょうどいっぱいやな。これがいっぱい、もういっぱいね。色もちゃうな、うん、だからなんか置いていったらちょっと綺麗や、うん、うん。で、カキ殻石灰がいっぱいなんで、ちょっとこれでっかいかなかなかあれやな、ヘリ、このぼかしだけやったら減りそうにないな、これ。これ固定じゃなかったよかったやん、こう。カメラね。そうそう。うん、ナイスなタイミングだったね。うまい。今週の台風は大丈夫なんですか、清水さん。いやどうなんやろ、もう日曜日の畑飛んでまうかも。あれ、これそんなんは泣くわ。え、泣くわ。それが農家だよ。そうやな、うん、ちなみにこんなんです。うん、まあ、匂いがせえへん。
で、これが1杯、うん、農家っていうか土の匂いやね。で、それではこれを混ぜていきます。あ、この時に魚粉はやっぱり骨が入ってるからちょっと怪我をしたらダメなんで、どれが魚粉やったっけ、一番濃い茶色 の、ね、の骨入ってるらしいです。だから素手ではあんまやらない方がいいです。うわ、めっちゃなんかいろんな香りがするな。で、こういう粒は潰していくと、できる限り粉に。そこも香りする？うん、なんかパン作りみたいな。そうやな、坂田奥さんがすんねんな。そうそう、パン作り手伝ってんの？せえへん、やっぱり。食うん専門や。せやな、昔から食いしん坊やから。そうそう、野菜できたら食うで。まあお前もちょいちょい手伝いに来てやな、うん、ね。なあ、労働分野菜で張るとあるわ。なるほど、そんな食えるかな。いや、お前やったら食えるやろ。だいぶ混じってきたけど、まだなんかやっぱちょっと、結構あれやな、やっぱ魚粉が固まってるな。これがでもな、あれやで、最終、まあ、保存して発酵させなあかんねんけど、発酵した後がもうめちゃくちゃいい匂いで。あ、そうなんや、うん、発酵して、その乳酸菌で発酵、うん、そのまあ、成功したらね、たまにやっぱ失敗したらもうカビカビなってもて、うん、あかんみたいから、まあそれも、うん、例えばこの冬場やったら4週間こう密封して最終袋で置いとかなあかんねんけど、うん、で4週間途中で様子見たらあかんから、うん、まあ4週間後の方が楽しみやな。うん、で、習いにその行ってるところでは夏やったから2週間で、うん、夏は2週間でできるね。あ、時期によって期間がちゃうわけね。そうそう。で、その時初めて嗅いで、めちゃくちゃええ匂いやな。へー、どんな匂いな？なんかは、うん、なんちゅうて、昔なんか嗅いだことがある、うん、匂いやわ、うん、エキストラのラーメンじゃん。ローカルネタやね、なかなかや、うん、さすが。とりあえずこんな感じで、まあ、出来上がりました。大方これで混じったかな、うん、で、これで水を2杯やけど、まあ様子を見ながら、その
様子を見ながらってまた難しいね。そうやな。いや、うん、その目安は大体こう、例えば水入れてこう握ってグッてして離してちょっと固形になっとんねんけど、指でキュッて押さえたら崩れるぐらいの水分、うんうんうん、そういうのをちゃんと学んどかなあかん。そうやね。いや、これほんま学びに行ってなかった、ほんまわからん話。何もわからんのがど素人からやからね。そう。とりあえずいっぱい。ちょっと、じゃあもう、とりあえず一回、いっぱいで。被尺もあれやで、先生に大きさ聞いて、うん、直径15センチの深さが8センチぐらいのものでやるのが、自分のこの5メーターの畑の畝のこの安田先生の理論を使った、この畝の大きさに対してはこれに何倍次入れるとかやから、うん、まあ比率は何のやつで作ってもいいんやけど、こう畑に対して入れるのもこれがこの大きさが基準で1杯分2杯分とかいうやつやから、結構大事かなと思って僕は揃えたけど、まあまあそこは気にせえへん人はね、うん、でもそういうのを教えてもらう方がいいよね。うん、うん、混ざりきってへんもん。ちょうどね、こう一輪車も何かと役立つから、うん、物も運べるし、こうやって混ぜるのにも使えるし便利。だから俺ど素人で始めたから何を揃えていいかが分かれへんかってんけど、そういうのも全部その先生に、まあ最低何があったらええか聞いたら、まあまああの備中具と平具と三角砲があればまあできるよっていうので、であとはまあ一輪車があったら便利やでっていうのを聞いたから、まあ本当それしか買ってないんやけど俺ね。変に量産無駄なもん買うてもしゃあないし。そうやね、もったいないし、うん、まあ、そういう道具も教えてもらえるから、素
素人の人はいいよね。うん。であるだいぶ混じったなこれ。で、できる限りこういう、これもたまになっとうやつは潰して。混じったかな、これで。完成ですか。うん、とりあえず、まあ、完成やけど、今からこう袋に入れて、ああ、そうやね。そう、空気を抜いて、それがまた大事な、うん、今からこれを保存するための袋なんですけど、これその習いに行った時に、まあ、実際作った袋なんですけど、まあそういう肥料の空き袋、うん、まあ、こういうのはちょうどこう厚みも丈夫で、やっぱ普通のビニール袋じゃやっぱり薄いんで穴が開いたりとか、あとまあこういうもん入れてるんでネズミとか。そういう動物がやっぱ好きな好む匂いなんで、こう穴を開けられたりしたらダメなんで、まあこういう強いビニールのもので手軽に入るもので、まあ、まあ農家さんとつながりあればね、こういうものが手に入るみたいなんで、あのこういうのを使ってみたらということで教えてもらったんですけど、今回はまあちょっと同じような分厚いビニール袋を買ってきて、ちょっと大きいからこれ一気に全部入れて、本当ああいうのに2袋ぐらいにこの量を分けてやるような感じで教えられたんですけど、まあ1袋で1回やってみようかなと思ってます。でこれはねホームセンターで買ってきたんですけど、なかなかこういう分厚いビニール袋が売ってなくて、まあ、これはなんかタイヤ保管用のもので、これが 0.1mm、うん、タイヤ用なんや。そう、タイヤ用。普通のああいうビニール袋がいっぱい並んでるコーナーではやっぱり 0.03 とか、うん、全然薄いものばっかりやったんで、まあ、これがかろうじて 0.1 なんで、まあこれかなと思って、まあこれで一回入れてみます。単純に今全部材料がこれ全部で12杯、これで12杯あるから12杯分になると思うので、
で、こう入れて、まず袋に入れたこの完全にできる限り空気を抜きたいんで、この隅々までこれを、このね、こういう端っこ空気入らんように、こう入れて、入ってるかな、入ってるな、からこうトントンとして真ん中持ってぐる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 と、これね、わざと こっちとこっちの隙間から空気を逃がすと。なるほど。ちょっと途中で一回これをこう縦に、こっち側にね、伸ばして、で最後体重を乗せて、大きい袋はちょっと抜けにくいかな、いう感じになったんじゃない。この大体、まあ、袋の最終この半分ぐらいの位置でこうして、で最後これで裏向けて、あとは置いとくと。これで完成。完成です。完成です。これであとはあの何、直射日光の当たらないところで、まあ室内、できれば室内で保管しておくと。で、まあこれ今からこれで置いて発酵させていくんで、発酵して乳酸菌で発酵して、まあ肥料になるんで、だから、まあ、直射日光も当たらないところで保管するということです。袋大きいからほんまどうかな、これここ平らじゃないから平ら、透明やから空気が抜けてるかとか分かりやすいんじゃん。そやな、あの色がついてる袋より。これで4週間置いときましょう。ほな、ということで、まああの今日は安田ぼかしを作りました。どうこれ見て、簡単やろ。分からんことばっかりやったけど、うん、まあ材料を揃えて、その配合の比率さえ間違えへんかったら、うん、まああと誰でもできることやし、でこれで今回作った量でその5メーターの畝の 6畝分ぐらいは量があるんで、うん、まだだいぶの作らなあかんまあこれ全部一気にやろう思ったらな、
でだからこれ随時まあそうですね、前もって、まあ、今日作って明日にはできないんで、まあ、仕込んでいかなあかんもんなんで、まあ、その辺皆さん、まあ、そういう畑の計画を立てて、あの計画に沿って、まあ、前もって準備していく感じになりますね。ちなみに僕はこのあと11月入ってからですけど、玉ねぎの苗を買ってきて、苗から玉ねぎをあの定食しようと今思ってます。いいね、玉ねぎやろ。まあそれでまた一畝作ってやる予定にしますんで、またまあその辺もおいおいレポートしていきますんで、またカメラ来てよ。また来るわ玉ねぎができた頃に来る。遅いわミッキーファーム取締役専務、はい、ファームで、はい、何も専務でよろしくお願いします。もう何も専務あかんでまあいうことで今日はこれで終わりたいと思います。でチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとツイッター、インスタグラムもやってますんで、フォローの方お願いします。それでは、いってらっしゃい。